はいどうもこんにちは、滝です。というわけなんでね、今回もスプラトゥーン2やっていくよ。で、うちはですね、まあキルすればね、アサリ入れなくてもね勝てるとか言ってたんですよ。やっぱりこれはガチアサリなわけですよ。まあアサリを入れることがね、何よりも重要なことだと思うので、やっぱりねキルしなくてもね、アサリをとにかく入れればね勝てるのではないかと、まあ、前回とはね全く逆な説をね提唱しました。まあね、まずアサリを入れるためにはね、まあ、やっぱキルされるとねアサリ全部なくなっちゃうんでね、まあまずはキルしないことが重要かなと思って、でもアサリ入れることも重要なんでね、イカ速 3.9 も積んで、おいますね、おーいますね、あれ、あらまあ、あ、おっと入れてくれるかな、あう、おう、おう、味方ナイスです。さあちゃんとねイカ速 3.9 なんだからね、 3.9 イカするカーリングボームが欲しいです。三振ワンストック、さあとりあえずねそこにもう大きいものを持ってるものがいますよね。相手アサリがいっぱい、おーっとナイスじゃないですか、味方最高。もうほんとねそれに比べてやっぱりね、まあ、やっぱキルしなくてもね勝てますから、アサリ入れれば勝てますからね、まあ、とか言ってまだ一回も入れてないんですけど、いやまあ別に、いやさ、さ入れたいんだよ、入れたいんですけどね。まあいいよ、それ持ちますよ、じゃあ。まあね、今いきなり持っちゃうのはあれなんですけど、まあ相手、身落ちしてますし、大丈夫でしょう。さあ、イカ速 3.9 の力、思いっきり。入れるんです、入れれば勝てますか、はーい、やりましたね、今入れられましたよね、はい、やりましたね、あー味方やってくれましたね、いやー本当に素晴らしい味方に恵まれたものですね。負けてもうちが先輩なんでね、常に先輩志向ですから、はいそこいますね、いますよね、いますよね、ほら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 、おーっとリードされたね、まあ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 、また入れればいいだけの話ですから、ほら相手も3落ちしてますよ、余裕ですね。さあここはねしっかりとイカ速 3.9 の私がねしっかりリードして、まあ相手2落ちなんでね、まあこれはもう入れたも同然という、待って危ない、死そう死んでしょこれ、ほら入れられない、いやーちょっとねダメですよね、ちょっと入れるとか言ってちょっと3つくらいしかね入れてないんじゃないですか、結局は何をしたいんですかね、キルもしないですしね、ちょっとこれはまずはねアサリ入れようっていう前からアサリを入れる練習をすることがまずは必要なんじゃないか説がありますよ。ほらアサリ消えちゃいましたよ、やってしまいましたよ、壮大なもの、よっしゃ、ジェッパ強い、その人も強い、そこいますよね、ほーらほらほら、さあねとりあえずここら辺で打っておきましょう。さあアサリを作りたいですね、さあ上からね振り返らせておけば、おっとそれよろしくない、よろしくない、いやー作れないですね、あ作ってくれましたね、
まあ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 。いや、そこのさ、フラッシュブラスターをやってくれたね。見たく最高。入れてくだ、入れて、うちが盾となろう。ほらね、これが、もうね、これすればね、もう勝ったようなもんですよね。もう大活躍です。あれを入れてくれれば、あとはそれだけでいいんだ。ほら、ほら、ほら、前回一回も勝てなかったでしょ。これがね、やっぱり真反対の思考をすることでね、もう完全敗北を完全勝利にね、することができるんですよね。ほら見てください。5キルです。はい。というわけなんでね、2戦目いきましょう。この調子でね、まあ、どんどんアサリ入れてね、勝利に導いていきたいと思います。まあね、やっぱり、まずは塗り除去ですよね。まあ、どのルールにおいても、塗り除去は大切だと思います。それにしてもね、多分これ上げてるのは2019年だとね思うんですけど、皆さんはねいい年始を過ごしましたか？今回って2018年に上げるのが私なんですけど、まあ多分今回は多分2019年さあ、こうやってね相手陣をまず荒らして後ろからね、まあねジェット来ますけど、ジェットだけ相手、そうだデュアルって言うんですね、この人。おっと、まあ、まあ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 、まあ、やっぱりね牽制は必要ですよね。大丈夫です。まあどんなにねキルされてもアサリを入れなきゃ相手は勝てないんで、まあこっちもそうですけど、ほら大丈夫ですよ。どんなにキルされても相手ガチアサリ作れてないですから、相手アサリ2個しかないですから余裕です。よし、とりあえずよいしょ、やめてやまあ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 、ガチアサリ作れないですから相手、どんなに有利になってもガチアサリ作れないとカウント進められないっていうところがこのルールの特徴だよね。だからねやっぱり必勝法っていうものがまあないわけじゃないんですよね。待って、私はキルをしようとしているダメだ。モデラーでキルなんかしようとしたって無理なんだよ。キルできちゃった、キルできちゃった。あら、まあ、まあ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 ね、まあ時にはね無双しなきゃいけない時だってありますよ。まあできないんですけど、そこをとりあえず、おっと味方ナイスですよ。アサリうち何にも持ってないですよ。まずいです、まずいです。アサリを持つよ。そう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 。そういうとこ、そういうとこ。あれ味方。味方投げて、投げられないよね。おっと、うちが投げ、あれうちが何を持ってる。やばいですね。俺は入れられますよ。そこだ、そこです、そこです、そこ。エイムさえあれば勝てる。いや、エイムなくても、入れられなきゃ、勝てる。入れられちゃうな。いや、まあまあまあ、まだね、試合は始まったばっかりです。だから前回のね、縄張りでもそうなんですけどね、飛んできた。一番大事なのはね、最後なんで。行きましょう。ほら、もう相手で落ちです。もう余裕の壊滅ですね。まあ、これでね、うちがガチアサリ持って、あれ入れらんない。急ぎすぎた結果がこれですよ。いや、今のは本当にね、戦犯でしたね。ちょっとやりましたよ。もうちょっと高台からやればよかった。まあ、モデラー、射程負けてるんで。大丈夫です。キルされてもアサリをうまいこと入れれば勝てるんですよ、見えば。現実を見てください。負けてるんですけど、さあとりあえずねこっちから崩していけばいけるでしょう。
て、二次状況的にこっち結構いい感じだと思うんでね。いい感じ、よし、いい感じ、9個持ってる。あと1個だ。お、味方がやられて、うちにアサリを恵んでくれるか。いや、逆、敵を倒して、うちがアサリを取るんですわ。うわ。でもね、壊すだけじゃダメなんですよ。しっかりと相手からアサリを取らないと勝てないんです。あらまあ、やってしまってましたね。アサリをね、むやみに入れるのは良くないことは知ってるんです。でもね、入れなかったんですよ。おっ。さあまあまあまあ、こんなんじゃあおう、そういうことですね。まあ、スプラトゥーンにおいてね、まあ絶対勝てるってことはありえないんで、そういう日もありますよね。まあでも、キルばっかり取ってるよりかは、こっちの方が勝てるということをね、まあ、分かったんじゃないかなと思います。そういうわけなんでね。今回はこんな感じで終わろうかなと思います。今回も最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。